はい、前回はね、マーシーとね、お別れしてね、ダイムと攻略したんですね。で、いよいよ、ラストダンジョンに向かうってところですね。ここは、まあ、グランス城ですね。やっとここに戻ってこれたってことですね。で、ここが、マナの神殿ですね。で、ここの敵なんですけど、まあ、こいつですね。これ忍者かな、おそらく。こいつなんだ。剣、まあ剣でもいいんだけどね。ブラッドソードの方がいいかな。いや、こいつはいわゆるね、多分作中で最強の防具の一つである、その源氏のね、兜とか鎧どっちか落とします。確か兜だったっけな。まあ、普通はエリクサーなんですけどね。たまにね、そこそこでもそんなにね、低い確率ではなかったとは思うんですよね。で、ここにね、スケルトンいるんで、万が一鍵なくなった場合は、ここで、鍵を手に入れるって感じですね。まあ、なるべくね、忍者をね、倒していきます。だから、まあエリクサーとかも手に入るんでね、まあ MP 自体はね、そんなにね、不足がちにはならないかなとは思うんですよね。あと、まあ何しても経験値高い敵が、さっきの忍者とかもそうですけど、たくさんいるんで、なんでは、まあ、ガンガン上がりますからね、ここのダンジョン、食い倒していくと。引っかかり。倒せるやつはちまちま倒してきて、まあ確かにここは鍵使うところがそこそこ多いんでね、こんだけあれば大丈夫かなと思ったんですけどね。で、いきなりね、ここもうボスですね。頭しか確か効かなかったと思うんで、確か真下には来なかったんだっけ。 Thank you.
当たり判定がなんかちょっと厳しいね。まあドラゴンシールドやればこの炎は防げますね。ん？当たんないか。下に来た時に。あれこんな苦戦したっけ？あれ気がつかない。ちょっと下ってたぞ。反射的に避けちゃうんだよな。ちゃんと整体してれば食らわないんだよ。これ食らうんだよな。下りましたね。まあいいでしょう。で、うん、こいつもね、要はさっき言った源氏シリーズのね、どっちか落とします。こっちが兜かな。頭です。これデーモンだから。で、こいつとか、こいつも経験値うまいはずなんで、だいぶ小さい頃の思い出だけど、こいつでなんか倒しまくって、経験値稼いでいた覚えはあるんですよね。まあ、もともとレベルももう40超えてるからね、問題はないんですけど、ただちょっと現実装備だけでも手に入れておきたいなっていうのはあるんですよね。で、この辺からちょっと迷ったりするんでね。まあ、どんどん見ましょうか。攻撃力は30ぐらい違うんですけどね。まあ46もあればもうさすがにクリアはすることはできるとは思うんですけどね。ここじゃなかった気がするな。
こいつは完全にモーニングスター引かない感じか。ああ、戻ってきちゃった。とりあえず、まあ、どんどん進みましょうか。ここは初めて来るところだね。もうね、これといった確かですね、装備品みたいなのはないんで、まあガンガン進んでいいんですけどね。うん、まあそうだな。道は合ってる感じかな。こっちには何もなくて。ああ、なんもなかった。ああ、確かこれなんもないよな。一応倒すか。やっぱり。道を間違えてたからですね。あそこ左か。ここだな。よしよし。そう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 。で、例のね、一つのね、苦手なとこだな。ここね。ここなんですけど、グリタドでね、要はあそこまでね、操作しないといけないんで。ああ。あそこなんかね、一周目もそうだったんですけど、斜めに行っちゃうんですよね。お、今回は割と早く行ったな。よし、セーフ。
で、ボスですね。で、これね、白黒だから分かりにくいと思いますけど、さっきのがドラゴンで、こっちレッドドラゴンね。で、攻撃力もね、耐久力も結構上がってるって感じですね。まあやることは一緒ですよね。この反射的に逃げるのちょっとか、なんとかしないといけないな。逃げずにこうやって、あれ、食らったな。やっていけば、炎はかわせるはずなんですよね。効かないはずなんですよ、こういう時。ヒットアンドウェイかな。もうある程度ダメージ覚悟でいけばね、連射した方が多分早いんですよね。マックス攻撃って確か通常攻撃の2倍なんで、もう2回振ってればね、マックス攻撃と一緒のダメージ入ってるんですよね。2回以上当てれば。ね、こっちの方が早いですね。ということでね、一回ここでね、ストップしようと思います。まだね、ボスね、まだラスボスより、まだには少しかかりますんでね、一回ここでストップします。